裸の王様、これはデンマークのお話です。昔々あるところに一人の王様がおりました。わしが王様じゃ。ところがこの王様、大変困ったことを考える人でしたよ。いや、別にね、大ぐらいだってわけじゃないの。うわ、着替えの時間じゃ。これ、何をグズグズしとる？すぐ着替えの用意をせ。王様が三度の食事よりも好きだったのは、新しい着物を着てみんなに見せるってことだったのです。それも1時間に一度。そんなわけで王様はお仕事などはそっちのけ。お国は乱れるし、貧乏になるし、みんな困っておりました。ある日のこと、この町へ二人の男がふらりとやってきました。このお城だな、着物の大好きな王様がいるってのは、兄弟。そうよそうよな、早速仕事にかかりましょう。おお、こちらは旗彫りの名人でござい、珍しい布、不思議な布、ご用はございませんか。実は二人は人を騙す詐欺師だったのです。珍しい布、不思議な布、いかがですか。こちら旗彫りの名人でござい、不思議な布はいりませんか。何、不思議な布じゃと。いやいやいや、うん、こら、何をしておる、早く呼ぶのじゃ。はいはいはい。二人の詐欺師は王様の前へしゃしゃり出ました。して、その方たちのおる不思議な布とはどんな布じゃ。愚かなもの、正直なものでないものには見ることのできない布でございますな。糸一本見えませんな。何、目に見えない。とにかく王様はびっくりしたのです。わしのためにおってくれ、今すぐじゃ。はよはよ、追ってくれな。あいやいい、かしこまりました。うぎゃ。それからというもの、詐欺師たちは毎日毎日朝から晩まで一部屋に閉じこもって旗折りの音をさせていました。待てよ、王様は早く布が見たくてたまりません。でも布が見えなかったらと思うと、とても部屋に入る勇気はありませんでした。そうじゃ、家来どもに見に行かせればいいわ。そうすれば誰がバカで誰が利口か分かって、一挙両得というものじゃ。それにはまず一番賢い大臣がよいら。なの、わす。いやいや、これはこれは大臣様。さあ、とくとご覧くださいませ。布を見ようとして大臣びっくり、何にも見えないではありませんか。いやいやいや、見えないのも道理、この旗織り機には糸一本かけてなかったんです。この手触りをもうちょっと触ってご覧くださいませ。大臣はせめて触るだけでもと手を伸ばしてみましたが、ないものはないのです。でもなるほどね実に滑らかな、まるで空気のよう。空気のよう、はそりゃ結構、結構レジな。大臣はバカ者と思われたくない一心で分かったふりをしたのです。おお大臣、どうじゃった。はい、なんともはや世にもまれな美しい布でございましてな。
大臣は口から出まかせめちゃくちゃに褒めました。もう王様の胸はドキドキワクワク。早く見たいな。 2,3 日すると我慢のできなくなった王様は今度は正直なことで評判の役人に様子を見に行かせました。ごめん。はい、さあどうぞどうぞ、よくご覧くださいませ。これはすごい。こんな美しい布見たことない。このお役人も自分がバカだと思われたくないために嘘をついたのでした。そしてそのことを王様に報告しました。王様の胸はもう不思議な布の期待ではち切れそう。王様、王様、着物ができました。え、できた。わーい、わーい、着物がどこじゃ。着物がどこじゃ。これでございます。そうか、そうか。私には着物が見えんのか。王様いかがなされました。まさかお見えにならないのでは。バカを申せ。わしはそのつまりなんじゃ、暴れる美しさに見とれておったのじゃ。の大臣、美しい着物じゃの。まことにもって王様の通り。では王様、早速お召し替えを。見えないものを着るのは心配でしたが、もうこうなっては着ないわけにはいきません。これがシャツ、これがズボン。王様は苦心惨憺、見えない着物を着るふりをしました。あ、私もちょっと袖に手が引っかかって、王様のボタンが外れております。なるほどなるほど、あ、これか。とうとう着替えが終わりました。しかし鏡に映った王様は誰が見ても裸でした。けれどもそれを悟られてはなりません。みんなは口々に新しい着物を褒めたたえました。そこで王様も安心しました。よし、そんなに似合うなら早速行列じゃ。町屋も不思議な着物の噂で持ちきりでした。世にも不思議な布が今目の前に現れようとしているのです。誰もが自分こそはよりも不思議な着物を見てやろうと目を凝らして進んでくる行列を見つめました。あ、おけれども誰が見てもないものはない。見えるのはパンツ一枚の裸の王様。あたりはシーンと静まり返りました。でも王様は得意でした。こんなに皆の者が驚いたのは初めてじゃ。よほど見事な着物に違いないわ。まあ、あのお召し物の綺麗なこと、本当にこんなに素晴らしい布を見たのは初めてよ。次から次へと褒め言葉が人々の口をついて出ました。その時一人の子供が木の上から王様の行列を見物しておりました。パンツ一枚の王様を見て子供は思わず叫びました。あ、王様ったら裸で歩いてら。あ、何も着ないで王様ら。デベーソー、裸の王様は、裸。おい、裸だってよ。やっぱり、裸に何も着てないの。まさか。子供ほど正直なものがいるでしょうか。その子供が言うのだから、やはり王様は裸なのだ。人々はそう思いました。王様は裸だぞ。そうだ、裸だ、裸だよ。おい、裸の王様、裸の王様、裸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 。今や王様にも人々の言うことが正しいと分かっていました。
けれども王様は王様でした。今さら行列をやめるわけにはいきません。そこで前よりも一層胸を張って行列を最後まで続けたのでした。儲かったのは二人の詐欺師たち。たくさんのご褒美をもらってスタコラスタコラ。そして二人はまたわがままで贅沢な王様や自分を利口に見せたいために嘘をつくバカな人たちを探して旅に出ました。それからというもの、王様の新しい着物を欲しがる悪い癖はふっつりとなくなり、お国は栄えたということです。